こんにちは、黒島でーす。まあ、今、こうやって大隅町をね、大隅町で遊んでるわけですけども、しょんべんした今。去年のね、まあ、動画を 見直すと、スズメバチねじりはね、まあ、あれは別格としてもね、他の動画を見直すと、なんだかんだでね、スズメバチバトルの動画が人気ですね。視聴回数、人気とかいうよりは、まあ、視聴回数が多めなのは、やっぱりバトル系なんですよね。バトル系ね、まあ、去年は やるにはやりましたけどね、結局、大隅町ってあんまり、なんていうかな、なんていうか、そこまでキラーはしいんじゃないっていうかね。いざ戦いってなると、そうでも なくてね。ま、個人的にはそうでもないなっていう感じがするんですよ。でまあ、あとは、そうすバッター、まあ、キリギリス系のね、ヤブキリと戦わせるとかね、まあ、いろいろ。まあ、去年は割とやりましたけども、今年はどうしようかなと思って。すごい、なんつうかね、すごい対戦になるとね、まあ面白いんですけども、そうならないことが多いんで、どうしようかなと思ってます。どうしようかっていうのは、バトル系を取るか取れないかってことですね。まあ割と、こうなんていうのかな、対戦結果みたいなのは気になるっちゃ気になるんですよ、個人的にね。特に昆虫愛護の精神もありませんし、私はね。だからまあ、取ってもいいけど、どうしようかな。悩んでます。まあ悩んでるっていう動画なんですよ、これ。スズメバチのルームランナーじゃなくてね、これ、バトル系を取るか取る前か悩んでるっていう動画です。どうしようかな。まあ、どうしようかな。また悩んでますけどね。まあ、取りたけ取れっていうことですよね。まあ、個人的には取りたいものを取るなんていう、まあ、そういう方針でやってるつもりなんですけど、やっぱちょっとね、まあ、いわゆる視聴回数とか、視聴者の意見とかね、まあ、そういうのもやっぱ気になるっちゃ気になるんですよ。正直。気になるんで、で悩んでるわけですね。はい。まあいいや。まあ撮りますわ。多分。そのうち、ヤブキリなんか捕まえてきてね。あと、ノコギリクワガタ。去年ね、ノコギリクワガタ VS このオオスズメバチね、足場がね、あんまり考えなかった。とりあえず取ったんですよ。あんまりバトルを取るぞって感じじゃなくてね。とりあえずの、まあ、樹液作法でね、よくバトルになってるオオスズメバチとノコギリクワタ、ちょっと戦わせてみようか、みたいな感じでね、取ったんですけど、足場が悪いだろってコメントもらってね、まあ、うるさかったんで、コメントオフにしたんですけど。まあ今年はね、まあじゃあ、ちょっといい足場にして、スズメバチとノコギリクワガタ戦わせてみたりしようかなって今思いました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それではまた。あ、ワックって登れねえよ。